クライブ・チャールズ・ハミルトンは、オーストラリアの知識人。応用哲学、公共倫理センターで、公共倫理の教授をしており、チャールズ・スタート大学では、公共倫理学部副学部長の職にある。また、オーストラリア政府の気候変動局の委員会のメンバーでもあり、オーストラリア研究所の創設者、元事務局長である。彼は、オーストラリアのメディアに、 定期的に出演しており、公共政策に関する議論で意見している。ロイヤルソサイティオブ・アーツ・フェローの称号を持ち、2009年6月8日には、公の議論及び政策、特に気候変動、持続可能性及び社会的動向の分野における貢献に対し、オーストラリア勲章を授与された。オーストラリア国立大学を1975年に、卒業、歴史、 心理学、純粋数学で学士号を取得。1979年にシドニー大学で経済学の学士を主席で取得した。小学生として1984年にサセックス大学の開発研究所で博士を取得。博士論文は韓国の発展の一般均衡モデルであった。1984年から1988年までは、 オーストラリア国立大学で博士研究員、オーストラリア国立大学開発研究センターで開発経済学の大学院プログラムのディレクターを務めた。公共政策の上級講師も務め、1997年から2002年まではオーストラリア国立大学の公共政策のフェローであり、2004年には国立疫学人工保健センターの客員フェローでもあった。 1988年から2年間、連邦産業科学資研省の産業経済局で、シニアリサーチ経済学者であった。1993年には、オーストラリア研究所を設立。2008年まで自らエグゼクティブディレクターを務めた。彼は、イエール大学森林環境学部の客員研究員でもあった。現在、オックスフォード上広センター学術客員。 オックスフォード・マーティン・スクールの客員講師、オックスフォード大学の哲学学部の客員教授である。彼はかつて、ケンブリッジ大学の土地経済学部の客員研究員であり、ケンブリッジ大学のクレアホール就寝会員である。ハミルトンは、15年以上にわたって、気候変動の政治問題について、多くの著作を残してきた。彼の著書、レクイエム4、エースピーシーズは、 気候変動否定論とその意味を探るものである。スコーチャーとランニングフロムザストームは特に京都議定書に関連しオーストラリア政府の取り組みに批判的なものだった。ハミルトンの気候変動に関する一般的な見解は世界は非常に不愉快な未来への道を進んでおり、それを止めるには遅すぎるというものである。ハミルトンは 気候変動の真実を否定し他に何かを信じることは単なる希望的観測に過ぎないと論じている。ハミルトンは消費主義と過剰消費に関する本も書いている。グロースフェティッシュはオーストラリアでベストセラーとなり考えのない無みな経済成長へ追求がまるでフェティシズムのようになったことを示唆している。グロースフェティッシュではハミルトンは経済成長に対する ウェルビーイングの政治を主張している。アフルエンザの中では、現代の消費生活の浅さを探る中で、これらのテーマがどのように個人レベルで起きているかについて述べる。ワッツレフトでは、グロースフェティッシュとアフルエンザで書かれたトピックについて触れ、その意義を奪った自由市場の後輩という形で、新しいタイプの疎外化と搾取が出現していると主張した。 フリーダムパラドックスは消費資本主義の本質とその結果を扱っている。本の中でハミルトンは市場の自由によって引き起こされる道徳的な大敗への挑戦として役立つであろう。世俗時代の倫理のシステムを提案している。2007年にサイレンシングリセントハウザ・オーストラリアン・ガバメント・イーズ・カントローリングパブリック・オピニオン・アンド・スタイファリング・ディベートを サラ・マディソンと共に編集したものが出版された。2018年2月には、中国共産党によるオーストラリアの市民社会と政治に対する影響力増大について、サイレント・インベージョン、チャイナ、S ・インフルエンスインをオーストラリアを出版した。2009年、ヒーンズ選挙区で立候補したハミルトン2009年10月23日に、連邦議会での補選でハミルトンは、 キリンズ選挙区からオーストラリア緑の党の立候補者として発表された。彼は他の国と席を争って32.40%の主票と39.77%の優先票を獲得し2位となった。ハミルトンはこれまで環境問題などの書籍を書き、オーストラリアの左派的な立場の書籍を書いてきたことから目に見えぬ 侵略の執筆に対しのオーストラリアの左派から、ハミルトンは突然右翼になった。一体何が起きたんたといった反応があり、人種差別主義者、中国恐怖症であると批判する声が上がり、白人のオーストラリア人から嫌がらせも受けたという、日本での似たような議論にヘイト本をめぐる議論がある。クライブ・ハミルトンによる書籍は、以下の通り、ありがとうございます。